ブロードウェイ、ラファイエットストリート、ブリーカーストリート駅は、ニューヨーク七下鉄、IND6 番街線と、IRT レキシントンアベニュー線の乗り換え駅である。マンハッタン区農方法の、ハウストンストリートとラファイエットストリートの交差点に位置し、以下の系統が停車する。駅は1957年5月19日に、IRT 南行ホーム。 IND ホーム間の無料連絡通路が2012年9月25日に IRT 北港ホーム、IND ホーム間の無料連絡通路が開通した。ホーム間連絡通路この駅は乗り換え駅でありながら2012年9月25日まで IRT 南行ホーム。 IND ホーム間のみが乗り換え可能で、IRT 北欧ホームからは一度改札を出る、必要がある独特な特徴を持つ駅であった。IRT 南行ホーム、IND ホーム間の連絡通路は1957年5月19日、IRT ホームの延長工事と共に開通した。なお、この連絡通路は、当初の駅の開業時には全く計画されていなかった、ものであった。 このため、IRT 北港ホームとの連絡通路が、開通するまでに50年以上かかり、アンリミテッド、マイナスライドメトロカード利用者以外は、IRT 北港ホーム、IND ホーム間を連絡する場合必ず、改札口を出る必要があり、追加運賃がかかっていた。IRT 北港ホーム、IND ホーム間の連絡通路の建設は1989年以来、 ずっと計画されていた。しかし、結局計画は20年ほど放置され、また2005から2009キャピタルプログラムの一環で、ADA に準拠したエレベーターの設置や、IRT 歩行ホーム、IND ホーム間連絡通路の建設を含む駅の、改層に5000万ドルの予算が割り当てられるまで、建設はなされなかった。2012年3月26日、 IRT 北欧ホームを南側に300フィート延長するとともに1950年代に建設された北側の延長部を閉鎖。同日に、または IRT 北欧ホーム、IND ホーム間連絡通路の建設が同年6月末までに終了すると発表した。最終的に開通は3ヶ月、遅い9月25日にずれ込み、総工費は1億3500万ドルであった。 同日、連絡通路の他に IND ホーム、IRT ホームにエレベーターが設置された。また、エレベーターの他にもエスカレーターも設置された。地上階からのエレベーター1機は IRT 南行ホームに直接接続し、校内にある4機のエレベーターは INDIRT のホーム間を接続している。駅は12カ所の階段と1機のエレベーターが地上に接続している。 IRT 歴史ントガーベニュー線のブリーカー、ストリート駅は相対式ホーム2面4線の地下駅である。駅は1904年10月27日に開業した。改札口はホームと同じ木座橋にあり、ホームの下には IND ホームとの連絡通路がある。駅は当初ホーム有効庁5両で開業し、1950年代に有効庁を10両へと伸ばした。 この際南北ホームを同じ方向へ伸ばすのではなく南高ホームを南側に北高ホームを北側に伸ばした。2012年に連絡通路建設のために北高ホームを南側に伸ばして1950年代に延長した北側五両分は閉鎖された。ただし撤去はされていないため北高列車の駅への到着時や南強列車の発車時に車内からホームを見ることができる。 ホーム壁面には、ブリーカーストリートと書かれた駅名標があるが、他の駅と違い2種類ある。一つ目は、他の駅同様タイルで描かれたもの、もう一つは、ポピーの花を描いたものである。また、チューリップをモチーフとした、B と書かれたカルトゥーシュが壁面上部に設置されている。2012年に開通したホーム間連絡通路の天井には、レオビジャレアル作のアートワーク、 背部が飾られている。これは1997年に設置されたメルチン作のシグナルを保管する。駅の工事風景 IND6 番外線のブロードウェイ・ラファイエットストリート駅は島式ホーム2面4線の地下駅である。1936年1月1日に開業した。P 系統と D 系統が内側の急行線を 海系統と M 系統が外側の観光船を走行する。ホーム壁面上部には黒と青の温泉があり、その下に黒地に白でブロードウェイと書かれた小さな印がある。ホーム上に等間隔で立っている。青色の柱にはニューヨーク市地下鉄標準の黒地に白の駅名標が掲げられている。各ホーム中央にはそれぞれ3つずつ階段があり。 ホーム両端の階段が改札外へとつながる。西側の改札口は終日開いており、回転式改札機と切符売り場、地上への2つの階段がある。また、アディダススポーツパフォーマンスセンターへと出ることもできる。反対の東側には2つの改札口があり、片方は東ハウストンストリートとラファイエットストリートの交差点とクロズビーストリートとの、 交差点の間、東ハウストンストリート南側へと出ることができ、もう片方は、同地点反対側の東ハウストン、ストリート北側へと出ることができる。改札外と、ホームには、メルチンにより制作された、シグナルというアートワークが飾られている。これは、改札外のステンレスコートガラスの彫刻とホームのタイルアートで構成されている。 この駅の北側には南北急行線間に片渡り線が北高急行線と北高観光線間にシーサスクロッシングがある。その後 IND8 番外線と放流し西四4丁目ワシントンスクエア駅に入る。なお IND8 番外線との間に連絡線があるが、この連絡線を使用する定期旅客列車は設定されていない。南側では六線に分岐し、 急行線と分岐した線路の、K4 線は南に曲がり、クリスティストリートの地下、クリスティストリート連絡線に入り、デランシーストリートとの交差点付近で、M 系統の走行する2線がさらに西へ曲がり、BMT ナッソーストリート線に入り、エセックスストリート駅へと向かう。残りの B 系統と D 系統の走行する2線は、そのまま南へ向かい、グランドストリート駅へと入る。 会計等が走行する観光船2000は当駅からそのまま東へ向かい2番街駅へと入る。ウィキメディアコモンズには、ブロードウェイ、ラファイエットストリート、ブリーカーストリート駅に関するカテゴリーがあります。ニューヨークシティーズサブワイド .org ステーションリポーターまた、S アーツフォートランジットグーグル、マップストリートビューブリーカーストリート駅に関するカテゴリー、ブロードウェイ。 ラファイエットストリート駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。